バニラスカイ。女の子はいつでもヒロインになれるわ。ハッピーです。 FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんばんは。鹿児島県より世界中に音時間発信しています、シンガーソングライターママのようこです。2024年バニラスカイも1回目を迎えました。2024年のバニラスカイ1回目を迎えました。皆様、本年も何卒よろしくお願いいたします。本当、2023年ありがとう。2024年初めましてというね、このフレッシュな気持ち大事ですね。去年は年女でございましたが、今年はねえ、辰年、もう皆さんね、どんだけでもあやかって横ちゃん登っていきなさいと名言だなと思って、はい頑張りますって言いながらね、もう頑張りますってことはね、もう頑張れる人にしか言えないんですよっていうお言葉もあったり、頑張れ頑張れ言われてもねみたいな言葉もあったり、いろいろしますけれどもね、横はね、まあ私も結構頑張ってると思うんですけれども、まだまだ頑張れるよなと。でそういう時に私ね、いい意味で他力本願なんですね。自分のためには頑張れないんだけど、家族のためだったり、応援してくださる方々がね、応援してくださるからこそ頑張れるっていうのがね、本当私の中ではありますからね。それを最大限に生かした、2024年に良い年にしていきたいと思います。皆様、本年も何卒、そしてバニラスカイで引き続きいつもいつも毎回毎回これからも、いちゃいちゃお付き合いくださいね。よろしくお願いいたします。では本年1曲目、本当はね新曲とかも披露していきたいんですけれども、それはまた今度ね、だって2024年始まったばかりですから、お楽しみに。ということで今年の1曲目、ようこでラブレターズ。幸せのピース今この両手いっぱいの愛を送りたい、心と心を続けてく明日へ。いただきました曲はようこでラブレターズでした。おかげさまでですね、次女ののんちゃん、まだ1歳なんですけれども、お歌が上手で、人前で歌うことやパフォーマンスすること、踊ること、何にもね、もう困らないというか、緊張とかっていうよりも楽しんでる。なのに人見知り、まあね、一つよくできてるよなっていう、そのバランス、まあ皆さんこうさ、
ハッピーの法則であったりとかいろいろ見出されてね、自己啓発の本であったりとか講演会であったりとか、まあ、宗教であったりとかね、何かしらこうありますけれども、こう解いていくっていうね。まあでもそのハッピーサイクルにはまったらもうずっとそれがね回り回って、こう多くの方々とね一緒に、まあ、私だったらお年間を過ごしていけるとか、そういう日が来ると、まあ私もそうだなと思ってたけど、もう去年はそのハッピーサイクルめちゃくちゃね回り回って、で今年からどんどん花を開くな、開かせられるなってね、もう本当、あ、私は誰かの役に立つ音時間をもっともっと発信できるというか、これからが本当のね陽子の年だなと、つくづくね感謝が増えれば増えるほど、感謝をすればこうその思いで溢れて涙が出ちゃうほどね愛おしい毎日になってきますとね、本当それを痛感するんですけれども、この年始お正月沖縄地震に今もまだ心配でね、私たちだって心配で仕方がないのに、うん、ね、苦しい思いをされている方々、そして飛行機の事故もね、なんでこんな悲しみやこんな苦しみやかな、ね、起きてしまうのかなと、私もね、そう、どうしたら何がこう誰かの役に立てるのかなと、どうしたらいいのかなってすごくね考えさせられてね、本当自分のことですよね、人事じゃないんですよね、うん、若い時にはね気づけずにね、人事で思ってることほど、なんていうのかな、ちゃんと考えてるつもりだった時もありました、自分のことのようにねこう心配をしたり何かできることはと思って、結局何も力にはなれないじゃないっていうね、まあ私もそういうことを思うと悔しいなって思いと一緒に心配することが偽善のように思えてね、本当ね責任のない発言とかは控えてた若い時もありましたけれども、でもね人が悲しむとか傷つくとか不安で眠れないとかね、もう一つの出来事を誰かがこうより良くと思った先にまた何か起きてっていう、この悲しい連鎖が起きてしまった時とか、もうやるせない気持ちでどうしていいのか周りの私たちも分からなくなりますよね、悲しいなって。じゃあ今できることっていうのは、誰かが傷つかない、一つでも多く悲しみが増えないことを願う、増えないように行動するっていうことしかないのかなと。で今からはねこう時間が経つと、あ、こういう、ね、復興支援の仕方があるかもとか、こういうふうに発信したりこういうふうに手伝いとかもしれないっていうことは出てくるかもしれないけど、起きたばかりの時っていうのは本当私は自分のことが無力でね、悔しいなって今回も思いました。うん、情けなくなるんですよね、自分が何もできないっていうのは。助けてあげたい、何か力になりたいと思ってもそれ思うこと自体が本当自分で勝手に思って何もできないのがね、いい人ぶってっていう悔しさも出てくるくらいね。なので私は、まあ、SNS にねもう本当力になれなくてごめんなさいっていう気持ちを込めてね、悔しさをねちょっと発信してしまったんですけど、とあるね、まあ、鹿児島のね県議会議員のね蓬莱さんから、蓬莱さんって言っちゃったけど、まあ、子供たちのイベントでね呼んでいただいて、一緒にねお時間過ごす機会をいただいてて、子供たちの笑顔があふれる時間をご一緒することが増えてきましてね、去年はねとてもありがたかったんですけれどもね、その方が気持ちを込めて歌を送ってくださいとメッセージをくださって、他にもね横ちゃんにしかできないことがあると、何か自分自身でねしっくりくることがやっぱり見出せないでいる、多分これはずっとそうなんだろうけれども、歌い続けることが、歌うことが何かしら役に立ったり、自分の判断することが何か役に立つようなね、そんな取り組みをね、まあ、アーティストとしてもね頑張っていきたいなってね強く思いましたよね。なので本当悲しいことをたくさん毎日誰かに起こって、それが自分かもしれない、
ね、家族かもしれない、友達かもしれないっていう日もあったり、そういう日も来るかもしれないけれども、みんながみんな人事ではなくて、どんなことも自分事だ。じゃあちょっとでも傷つかないように、悲しみが増えないように、守れるように、そういう思いでね、あの世界を守って、地球を守って、国はもちろん超えて、じゃあ星を超えて、そういうね、幸せな、うん、まあ私はね音時間ですけど、そういう生き方をしていきましょう。していけたらなんて言うんじゃなくて、していきましょう。皆さんの幸せを誰よりも願い続けてます。苦しい時は予防がいるって思い出してね、子供たちにも言うんだけど、大変な時、何か困った時、誰にも言えない、私は一人だって思った時、あ、ヨコがいる、それを思い出してほしい。何ができるかは一緒に考える、何かを絶対する、だからヨコがいるということを絶対皆さん忘れないでください。お願いします。それでは今夜2曲目お届けしたいと思います。ヨコはサンタクロースになりたいんです。サンタクロースさんみたいなお母さんでいたいです作文かだけど本当なんです。2022年ですね。2020か、ごめんなさい、2020だよ。もうわお、もう4年前になっちゃった。早いな、おととしじゃないよ早い早い。鹿児島にゆかりあるアーティスト、鹿児島が大好きなアーティスト、鹿児島出身であったりとかね、そういう素敵なアーティストたちと歌いました。ヨーコのシャイニーという曲、2020年バージョンです。お聴きください。あなたの思いを空を超えて届けよう、輝く笑顔と一緒に明日へのヒント、心と心を合わせて、カレンダーは時を動かす。
ただきました曲は、ヨーコで、シャイニー2020、かっこ、とても素敵なアーティストたちの歌でお届けしました。紹介の仕方がね、こう、ちょっと心が乱れるとね、紹介の仕方がちょっと難しくなってしまいますけれども。でもね、本当悔しいことがね、年始からあったから、やっぱり皆さんね、とても優しい方ばかりですからね。まあ、SNS の書き方とかもね、すごくね、私は、慎重派です。これを書いたら、この言葉を使ったら傷つく人がいないかなと、私はそうやって思ってなくてもこう取る人がいないかなってね。なので SNS を発信するっていうのはね、やっぱりすごくシビアになりますね。気づけば発信してないこともたくさんあります。なので、アーカイブ発信を今年は極めていかないといけないんですけれども、とはいえね、のんちゃん、次女ののんちゃんのインスタは私の裏垢でもありましてね、ほんと気楽にアップしてますね。だってシノンものんちゃんもですね、存在だけでねハッピーですからね。日常のどこを切り取っても皆さんが笑顔で、そして言葉がいらないっていうね、すごい力を持ってます。ですがヨーコママはですね、もう何と言いますかね、感謝をちゃんと伝えなきゃって、簡単な言葉で済ましたらいけないっていうのがやっぱりありますからね。 SNS 時間が足りなくてアップしきらないっていうことがね多々あって、ですけれども今年は三日坊主中でございます。1月4日本日もちゃんとインスタの記事とかねアップしますが、まあ、とにかくね1月2月3月下手したら4月お仕事がゆっくりになる分、皆さんともっともっと身近に音時間感じられるよう、感じていただけるよう発信を極めたいと思っておりますよ。そんなようこ、最後にお届けいたします、皆さんが大事な方ともっともっとハッピーでありますようにという思いを込めて、ライブバージョンの2023年10月22日初めての宝山ホールコンサートでのアンコール1曲目、コンサートでお届けした一心のギターとパフォーマーのんちゃんを抱っこしてのスウィーティー、お聴きください。愛したずっとずっと、こんなに愛するって知らなかったの、いつもそばにあなたがいて、どんな時を包んでくれるその中も全部あたしだけのもの、苦しいくらいあなたのリズムに負けそう、
お聞きいただきました曲は宝山ホールコンサートでのスイーティーでした。どうですかこのライブ感。まあとはいえね、スイーティーという楽曲自体が初めて、生で石井とね一発撮りでね行った合ってる、うん、息遣いとかさ、タイム感テンポもその時のタイミングですからね、メトロノームに合わせてカチッカチッこのテンポでこうでっていうものではなかったのでね、まあ、ライブも実はね裏話になるんですけれども、コンサートの時やイベント出演の時にのんちゃんを抱っこしてる時には音響さんにお願いして中に響く音は消してもらってます基本なので、外に向かっている音だけで歌ったり、でも石井もね結構その開始っていうんですけど、開始の音は自分たちが演奏して聞こえる中にも響く音ですね、それもシビアにねチェックするんですけれども、まあアコーギと歌っただけの時にはもう大丈夫だよって言ってくださるのでね、そこはもう甘えて基本のんちゃんの耳にね負担のかからないように私たちね、ステージしております。でね、この間ねのんちゃんは初めて上を向いて歩こうをポンデラックスさんがねスカのアーツのバンドボーカルの方なんですけれどもね、その方がまあ石井がねボンさんのポンデラックスのベース、まあ、と友情出演ですよね、その時にね、はい、まあちょっと話がゴテゴテしてるんでまた SNS 見てください。まあ、とにかく石井がベースをねお友達だからということで弾いた、バンドの、一曲に上を向いて歩こうをされて、それにヨコちゃん歌おうっておっしゃってくださって、ヨコも歌ったんですね。でその時にのんちゃんは初めてサックスの音とか、あれは花粉糖で後ろはパーカッションでしたもんね、ボンゴだったかなの音とかに挟まれながらね、踊ってたんですけれども、あの時ねやっぱねのんちゃんはね、あこういう音もするんだ、ああいう音もするんだって目を輝かせてましたね。なのでそれもねやっぱりなんていうのかな、ちっちゃい頃ってじゃあいつをちっちゃい頃って言うのっていう話ですけど、のんちゃんの場合はねもう本当生まれて間もない時から音楽にねもうくっつかざる得ない環境でしたのでね、それがね今はねとても楽しいみたいでね、陽子は今日収録しております1月4日、この後アンパンマンショーに行ってまいります。まあなんちゃんねアンパンマン大好きですからね、そう、まあ、とにかくねもう1歳ちょっとで人生を謳歌している、音時間を謳歌しているのんちゃんがいますと、お父さん石井もお母さん陽子もお姉ちゃんシノンもこれはもともと一緒に楽しむぞって言ってね日々鍛錬しておりますね。ありがたいことに、宝山ホールコンサートも今年は予定をしておりますし、そして3月16日には初めての鹿児島市でのねディナーショーも開催となっております。詳細はまた来週を発信いたしますけれども、ぜひ3月16日場所は鹿児島の、白山ホテル鹿児島でございます。レインボーホールとなっております。誰もが憧れる鹿児島トップのホテルでのディナーショー、ぜひ音時間バンドでね発信しますので、遊びに音時間ご一緒するのにねいらしていただきたいです。あっという間に2024年も1回目を終えてしまいますね。もう通算100回以上のラジオとなっておりますのでね、これからも末永く皆様木曜日お付き合いくださいませ。この後もひふみずバーです。ひふみさん、2024年も何卒よろしくお願いいたします。ではでは皆さん1週間めちゃくちゃハッピーに過ごしてくださいね。そしてこれ以上何も悲しみが起きませんように心の底から祈ります、そして歌います。では1週間来週までめちゃくちゃハッピーである皆さんと一緒に、せーの、バイバイハッピー。